もそうですね。天が二物も三物も与えちゃった。それがこの僕ってことになりますかね。お家はお金持ちでお料理も上手。おまけにお顔も可愛い系じゃないですか。正直全てを兼ね備えてますよね。え、なんすか？身長低いって言ったの？関係ないじゃん。関係ないでしょ。関係ないよ。ないよ。とにかくそんな感じで不自由なく勝利街道を歩んできた僕ちんに、あの日がやってきた。上級生と次々に直撃して連戦連勝だった1年生の頃、着飾ってきた自信が全て丸焦げになるような歴史的大敗北の日が。でも最悪の出来事はそれじゃない。その後に起こったあれだった。10日も経ったのにまだへこんでんのか、クガ。司さんといい勝負しようってのが土台無理だったんだよ、このチビが。クガがチビって言葉に反応しないなんて重傷ね。第一席を勝負の場に引きずり出したんだ。そこは誇りに思っていいんじゃないかな。そうだよ、司英氏が2年生になって直撃した唯一の下級生がこのクガテルノリってわけじゃん。余計なこと言うなや、意識。となれば早速リベンジマッチの申し込みに行くぞよ。ちょっと本気、司さん。あれ、リンド南米に行ってたんじゃ。今日帰るって言っといただろ。それよりも留守の間にやっちゃうなんてひどいぞ。え、何を？クガとの直撃だよ。クガ？誰だっけそれ。何言ってんだ、つかさ。クガと直撃したんだろ、もみじ狩りの時に約束してさ。ああ、確か四川料理の子だっけ。つかさんは俺のことなんか滋賀にもかけていなかった。俺はその他大勢なんかじゃない。この勝負であんたにクガテルノリって存在を叩きつけてやるさ。